ありがとうございます。ありがとうございます。はい、堺広場さんにお集まりの皆さん、こんばんこんにちは。アートのハートを奪いに来ました、私たち恋してギャングラブです。よろしくお願いします。はい、まずはメンバーの自己紹介からさせてください。はい、マスキロ担当木更木奈美です。はい、ピンク色担当天塚ウイです。はい、水田担当南美子です。本日は堺広場さんにお集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速なんですけど告知の方させてください。はい、この後はムールさんのまこちゃんの生誕祭の方にも出演させていただくので、よろしければ DT ビューティーさんに来ていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。寒くないですか？ね、寒いよね。多分結構朝早くからね、うん、長い時間あるから、あのカメラがありすぎてどこを見たらいいか分かりません、ね、撮ってますよってアピールしてください。あー、確かに瞬き多くて多分事故ってんな。そう、私も癖が強いからさ。癖が強い？マイクこうやってやっちゃうからさ、動画見るたびにはまたやってる私いっぱいあげてね、ツイッターになんか返してあげないとさ、いじめてるみたいになっちゃってさ。そうだよ、今出てね、ツイッターにとか、あの返すとしたら、あのお客さん側のあの、何カメ、10カメぐらいある、もっとあるよ、10カメ、もっと多分30カメぐらいはあると思うよ。すごい ね寒い中、ね、結構あの YouTube とかね、うん、結構見てるの楽しみにしてるんで、よかったら、よかったらっていうか、ね、あげてほしいです。ぜひお願いします。お願いしますお願いします。はい、じゃあその曲いきたいと思います。聴いてください。シキシキピッピ大作戦。シキシキピッピ大作戦。皆さん、これが将棋ラストの曲です。将棋のことを知ってる人も知らない人も最後まで盛り上がっていきましょう。幸せ欲しくてたどり着きたくて、運命の王子様この人だと信じてたの。そうわけなくされて余計に漏れるの。心を読まれて何もかも手につかなくて、そんなはずが出会うたびに傷つくのはもう嫌なの。私の心を幸せにして、あのね、君しか見えない嘘でも愛して作戦。わがまま許しておしゃれで尊い、君しか勝たんで優勝してるその横顔。
うございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでコイギャンからのお知らせです。はい、恋してギャングラブは並行物販です。ご新規様はチェキが1枚無料と取れるので、よかったらこの機会に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、その後も楽しんでいってください。以上、私たち恋してギャングラブでした。ありがとうございました。またねー。そうだね。